皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はね、ご常連さんからの最新ボードなんですけれども、松本市のね54歳ギターマンさんといえばですね、エリック・ジョンソンの賛同を追い求めつつですね、この自作のアルミフレームで作った三段重ねのすごい、ボードを、投稿いただきましたけれどもね、今回はですね逆にこの、必要最小限の機能で作ったボードということで投稿いただきました。誠にありがとうございます。ボスの GT1000 コア、でね組んだボードなんですけれども、今回ちょっと注目いただきたいのはね、右にありますね、音量調節を右側のゴムカバー付きのノブを足で回しますということで、なんかそういう同じように足で回す、ワウカーなんか確かありましたよね。そういう発想でやってるんですかね。東京高音の CP601 シリーズのポットがお気に入りですと書いてありますけども、これもサイト見たらですね、もう何のことやら部品だっていう感じで、やっぱ自作されたということなんですかね。すごい技術を持ちですね。それからあの操作してるところをですね、あの音量調節をそのボリュームペダルじゃなくてもこのポットでできるというところをですね、どうやって音量調節してるのか、本当にそれ動画で見てみたいなと思いましたので、ギターマンさんもしよかったらですね、動画のリンクなども、貼って教えていただけたらありがたいと思います。とても面白い、ボードというか自作のボリュームポット、皆さん注目なさっていただきたいと思います。いつも投稿本当にありがとうございます。ありがとうございました。